東側入り口デイズタウン筑波は、茨城県筑波市地区へ2丁目にある複合型ショッピングセンターである。デイズは、デイリー、アメニティ、ユース、ゾーンの頭文字を取ったもの。元は、大英筑波学園店であった。首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス、筑波駅より、徒歩5分ほどの場所、筑波国際会議場に隣接して立地している。近隣にある筑波クレオスクエアは、 QT を中心にファッション等の店が多いが、デイズタウンつくばは食品店や飲食店を中心とした33のテナントで構成される。売り場は地下1階と地上1階にあり、地上3階にはバレーボール V リーグつくばユナイテッドさんガイアを運営する一般社団法人つくばユナイテッドさんガイアの事務局が所在する。サンドラックと 売り場面積1858平方メートルを誇る西友筑波築園店が1階の大部分を占める。地下1階にはゲームセンターやカラオケ、飲食店街が設けられている。国際科学技術博覧会の開催された1985年4月29日、大英筑波学園店として開店。当時の筑波研究学園都市は田畑の広がる農村であったが、 大英の周囲には西部百貨店や2軒のディスコがあり、そこだけは都会的な雰囲気があったという。一時期、屋上にドライブインシアターが設けられたこともあったが、2002年5月31日に大英は閉店し、後に広沢土地倉庫株式会社が施設を買収、デイズタウンとなった。ありがとうございます。